こんにちは。いよいよ開幕しましたね。ラグビーワールドカップ2019日本大会。今回の参加国は20カ国ですね。で、総試合数が48試合となってます。で、日本全国12会場で熱い戦いが繰り広げられることになります。で、ラグビーダブル杯の2019日本大会の予選プールの組み合わせです。で、今回日本はプール A というところにいます。まあ、これはプール A、B、C、D とあるんですが、このプール A の中で対戦国はアイルランド、スコットランド、そしてロシア、サモアとなっています。で、予選プールではプール内で総当たりをします。まあ、各チーム4試合を行い、勝ち点で上位の2チーム、合計8チームが決勝トーナメントに進む。いわゆるここがベスト8ですね。ぜひとも今回日本代表はこのベスト入りを狙っています。さて、昨日の日本ロシア戦、結果ですがもう皆さんも知ってますよね。結果は4トライのボーナスポイント1追加しての勝ち点5。これは初戦としてはベスト8に向けて非常に有利な勝利になりましたよね。まあ、昨日の試合、まあ、観戦してての印象なんですけどね、まず試合前半の印象ですが、日本代表ガチガチでしたね。いつもはすごい田村のこれ精度が昨日悪かったですよね。まあ、途中試合を不利な展開にする場面がありましたよね。これロシアがパント戦法を昨日すごく使ったのですが、それに合わせたのか良くなかったですね。それから松島選手爆発しましたね。まあ、彼は昔から走破力、突破力が天才的で、ワールドクラス能力の選手ということで有名でしたからね。で、次に堀江選手。まあ、彼は怪我からの復帰戦で、昨日の試合中ですね、古傷の影響による、まあ、激痛があったんですかね、足がつったりとか。しかし無表情でしたね。その無表情で戦線復帰する姿が胸を打ちましたよね。まあ、それこそが堀江選手の特徴でもあり、すごいところだと私は思います。 あともう一人、稲垣選手も同印象です。昨日の試合でライン攻撃時に目を負傷してましたよね。でもすぐに攻撃参加する姿がやっぱりすごかったですよね。まあ、この辺が日本ラグビー界が世界クラスに通用するようになったそのフィジカルを感じられてすごく印象的でした。あと動きで目を引いたのは姫野選手。スピード体格の突進力はトーナメントをね、これから勝ち進んでいく上での相当なキーマンになると私は思っています。それから何といっても、まあ本当のキーマンですが、2大会連続で主将を務めるフランカーのリーチマイケル。昨日の試合でもね、彼の強烈なタックルやボール争奪戦での落ち着いたプレーは明らかにチームを牽引していましたよね。15歳の頃ニュージーランドから来日してるんですね。まあ、日本の高校へ転校してきたわけなんですけど、まあ、彼は幼少期から決してその恵まれた環境ではなかったそうですね。で、リーチの実家が窮地に陥る場面があったそうなんですね。彼が高校の時もう日本には来てたんですが、その時その周りの学校関係者とか仲間がすごく彼を応援してですね、彼の胸を打つほどの対応したそうなんです。まあ、その時リーチマイケルは思ったそうです。自分はこのラグビーで恩返ししようと、日本の仲間のために、何でもやると決めたそうだという話があります。ラグビーを愛して日本チームを引っ張るまで成長した彼が私は大好きな選手の一人ですね。で、日本ラグビーを世界に認めさせたワールドカップ15年大会。
まあ、そこでも多大なる貢献をしたリーチマイケル、うん、彼はその後トップリーグスーパーラグビーと連戦しましたよね。まあこれは普通の人間ならね、もう体が壊れるレベルです。うん、まあ彼も手の骨折などを経験してですね、とうとう2019年のワールドカップ参加を当時辞退してましたよね。ラグビーというのはそれぐらい体が激突して消耗するスポーツなんですよね。その 2,3 日で回復するダメージとかそういうレベルではないです。しかし日本ラグビーを牽引してきた彼の思いは、再び2019年ダブル杯参加へとなりましたね。まあそれがリーチの覚悟だったんでしょうね。そういう目線でですね、この試合を見ていると胸を打つものがあり、さらに面白くなりますね。もちろん今日取り上げなかった選手全員がそれぞれの胸に秘めたる思いがあるわけです。皆さんで応援しましょう。それではまた。